姫由美子は、日本の政治家、参議院議員、岡山県議会議員、自由党岡山県連代表などを歴任した、岡山県岡山市中区出身、岡山県立岡山三沢山高等学校卒業、岡山大学法文学部第2部を経て、同大学院法学研究科修了、1982年に、司法書士試験合格、父の後を継いで司法書士、 行政書士事務所を開業する。全国青年司法書士協議会副会長、岡山青年会議所常任理事などを歴任。1999年、民主党公認候補として岡山県議会議員選挙に立候補し、初当選。以後連続2期を務めた。その間、民主党岡山県連の副幹事長などを務める。 2006年12月に参議院選挙立候補を表明し、2007年の第21回参議院議員通常選挙において自由民主党前職で自民党参議院幹事長の片山虎之助を破り、初当選。選挙運動の際に姫の虎退治をキャッチフレーズに活動し、初当選後は今回の参院選の象徴区とされた。 2008年8月28日、渡辺秀夫、大江康弘らともに、新党、改革クラブの結成に参加する意向を明らかにし、その日の昼に民主党に離党届を提出した。しかし、菅直虎の説得を受け翌日に、すぐさまホニした。その後、記者会見にて、今後も民主党員として頑張る、胸の報告をした。 この離島騒ぎは、フリンスキャンダルや自著を出版騒動などで、民主党内に居場所がなくなっていたためとされる。県連とのしこりは大きく残ったが、菅や枝さつきの取りなしで事なきを得る。なお、菅の本籍はもともと岡山であり、妻の出身地でもある。2009年12月、小沢訪中団の一員として、北京を訪れる。 2011年3月、東北地方太平洋沖地震の際に配給された非常食を笑顔で手にする写真をブログに掲載し、これが不謹慎だとして批判を受けた。該当記事は間もなく削除された。2011年4月14日、東日本大震災の復興補正予算が議論される中、復興予算年出のための ODA 削減案に、 反対する超党派連合のメンバーとして名を連ねる。柏駅の全2012年6月10日、民主党岡山県連は2013年の参院選で悲鳴を公認しない方針を決定した。悲鳴の不倫疑惑や離党届の提出騒動などを問題視した結果であるとしている2012年野田内閣の消費増税方針に反発し、 7月2日に民主党に離党届を提出し、7月3日に受理された。同年7月11日、国民の生活が第一の決闘に参加した。2012年10月23日には、同年12月の第46回衆議院議員総選挙に、国民の生活が第一の第2次公認候補となることが決まった。岡山から千葉パックへ国外となり、 その後、国民の生活が第一は、日本未来の党へ合流したたため、同党公認として、立候補。なお、参議院議員として半年余りの任期が残っていたが、立候補と共に退職となった。結果は18,846票で落選し、比例区との重複立候補で、名簿1位であったものの、 小選挙区得票率が10%に届かず、教託金を没収された。2013年7月の第23回参議院、議員通常選挙では、比例区からの立候補を模索していたが、最終的に断念。2016年7月10日に執行された第24回参議院、議員通常選挙に、生活の党と山本太郎と仲間たち公認で、 比例区から立候補し、4年ぶりの政界への復帰を目指したが落選した。同年11月25日に自由党岡山県、総支部連合会の設立を届け出て、代表に就任した。2019年6月19日、国民民主党総務会で同年執行予定の第25回参議院、議員通常選挙の比例区候補として擁立される。 ことが決定した。7月21日の投開票の結果、落選。夫がおり、数岡詰めの母。ありがとうございます。